間違いないヨガマットを購入しちゃいました。入れよヨガマット。おお、この真ん中の中心にバランスの線。よー。カメラ OK、音 OK、リアクション OK、よーしスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、おすすめヨガマットをご紹介したいと思います。というわけでですね、監督なんですが過去に1回ヨガマットを買ったことがあります。ですが破壊神ナビによっておしっこをかけられボロボロに破壊されました。というわけで今回2つ目のヨガマットを購入しました。でヨガマットなんですが、最近はですね100円ショップで200円で販売しているヨガマットですとか、高いもので言うと1万円以上するしっかりさ作りのヨガマットも販売されております。で監督がですね、今回購入する前に絞ったポイントが3つございます。まずはある程度大きくて厚みがちゃんとあって広さもあるものですね。続きまして破壊系ナビに破壊されないもの、そしてお手軽なお値段、このポイントを踏まえて Amazon で購入しました。こちらですね、海というブランドです。お客様の生活をシンプルにする製品をお届けしたいという思いから作られたブランドだそうですね。あーやめろ、おろすな。おおおい、パンチングマシンじゃない、やめろ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 よ。開けていきたいと思います。入れよヨガマット。おお、はい、ショルダーバッグ用の紐がついております。中見ていきたいと思います。おお、結構大きいですね。めちゃくちゃでかいです。詳細を見ていきたいと思います。このですね、縁取り、マチがあります。これでね、ナビがかじってもぐちゃぐちゃにされない、がっつりね、こういうマチがついております。しっかりとしたこういう縁取りがされております。あとですね、色が何種類かあります。監督が購入したものは横が赤ですね。このツートンカラーがやっぱおしゃれでいいですね。これ見えるかと思いますが、この真ん中の中心にバランスの線が、補助線がついております。こんな感じでですね、ヨガをされる方はですね、この線がですね使えるかと思います。ちなみにこれはですね、表がこういう線が、補助線がついてまして、裏は何もついておりません。なので表と裏はちゃんとあります。あと程よい弾力性と反発力があります。こちらですね、でここですね、こう潰してもこうすぐ、やっぱこれくらい厚みがあるとね、床に面しているところも痛くないと思いますね。合成ゴムでクッション性や保温性に優れた素材 NBR 素材が使用されております。 10mm なのでどちらかというと厚いヨガマットですね。で本体なんですが約 1.1kg ございます。一般的なヨガマットよりは少し重めですが、まあ逆にメリットとしてはずれない、滑らないというところが強みとなっております。はい、で本体こちらですね、結構長いんですよね。長さが 183cm あります。はい、これくらいあります。厚みがあると結構でかくなるかと思うんですが、丸めてみます。これくらいの大砲になります。大きさ的にもまあこんなサイズ。さっきのこれですね、この部分につけて反対側もつければもうこんな感じで、じゃあヨガ行ってくるか、こんな感じですね。いいですね。紐付きですのでヨガ教室等に行く方はこのままね持っていけるかと思います。なんかかぶせるけどね。はい、というわけでですね、気になるお値段なんですが約3000円で買えます。まあ、ただ3000円でもねこれ安いと思いますよ。はい、というわけでですね、広い部分で撮ってみたので映像をお見せします。痛くないです。全然痛くありません。ゴミはやめろ。はい、というわけで今回はとてもおすすめなコスパがいいヨガマットを紹介させていただきました。こちらの監督ラボではですね、自分が好きなものを、おすすめしたいものをバラエティ豊かに紹介しております。今後もまた面白い動画共有したいおっていうものをですね紹介していきたいと思いますので、ぜひ見てください。ではまた次の動画で会いましょう。おすすめヨガマットを購入、色がですね、ヨガをやれる、ヨガとかをヨガとかをヨガをされるか、はい、最後までご